御嶽神楽、猿田彦神の人形御嶽神楽は、大分県文豪の四季与川町に伝わる神楽。二2007年3月7日に、重要無形民族文化財に指定された。宝徳元年、文豪国の守護であった大友氏、第十四代当主、大友近隆が、日向向拝山での薩摩への戦勝を記念して、創建した御嶽神社で奉納されたのが始まりで、あるとされる。 その後、江戸時代中期に、加藤長子が、出雲かぐらの型を取り入れて、現在のかぐらの型を完成した。大分県南部や熊本県阿蘇地方に分布する、御嶽流かぐらの起源であり、その代表といえるかぐらである。第二次世界大戦後には、一時は過疎化により存続が危ぶまれた時期もあったが、村を挙げての保存活動によって、再び盛んとなった。 総演目数は33番あり、各演目は登場、中心の舞、大場の三部構成が基本で、いずれも大太鼓、締め太鼓小、横笛の演奏を伴って、郵送に回れる。通例、まず、東西南北中央の五方の神々がその場を清める、五方麗はじめが回れ、続いて、国海についての天沼鉾、二二木の村の降臨についての天孫降臨。 マテラス大臣の岩戸がくれについての岩戸会、須佐ノ尾の命による山手大蛇退治についてのなぎれ、薬も払いといった日本神話に大を取った演目が数番演じられる。毎年4月の第1日曜日に、清川町の御嶽山麓にある神楽の里、農場公園で、御嶽流神楽の流れを組む大分県内外の カグラが一堂に集まる御嶽龍神流カグラ大会が開催されており、御嶽神楽カグラをはじめとする御嶽龍神流カグラを鑑賞することができる。ありがとうございます。